待って待って待って、子供が生まれた、子供が生まれた。皆さんこんにちは、小田健です。今回も私も一緒にやっていこうぜ。よし、ということで今回はキャストウッドっていうゲームをね、実況プレイしようかなと思うんですけど、サメがめっちゃ泳いでるね水につけてて大丈夫かしよう。はい、ということでこれ水上でマインクラフト生活をするっていう感じですね。簡単に説明すると、はい、イカダの上に木が生えるっていう謎現象が起きてるけど、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、やってみないことに始まらないプレイ。よし、じゃあ始めましょうか。まずこれ木を壊すのかな。あ、木壊せばいいのね。壊してる壊してる。木壊しました。で木壊して、あ、木壊したから材料が増えたね。これで、あ、また木生やせる、木生やそう。で、あ、なるほど、これ拡張していくのね。こうやってどんどん拡張していきましょうか。あ、もう拡張できない。よし、 OK。 この木は材料なんだね、基本的に。あ、なるほど、木を削ってなんか食べ物もできるんだね。レモンみたいだけど、木からレモンってできんのよし、できたできたできた。これでこれで壊すの、これ。あ、違う、これで、あ、こうやんのか。壊して、よしよし待って待って待って、ハートがなんかめっちゃ減ってんだけど、なんかご飯作んないといけないみたいな。はい、こんな感じです。木をどんどん作っていきましょうか。雨降った雨降った。はい、木今育てて、でサメ来たサメ来たよ。ちょっと待って、どうすんのこれ。ちょ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 、あ、あ、殴れる、あー殴れるけど、なんか食べてったんだけど、木を。木ができたんでまた削ってきます。こうやって、あー、女の子にやらしていいの女の子にやらしていいのか、木壊すの。お前の仕事じゃないのか、力仕事は。何やってんだ本当に。はい、二人で協力して。あ、ちょっと待って、ちょっと、あ、来た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 、殴って殴って、嘘、女の子が倒すの女の子がサメ撃退してんだけど、お前何してんだマジで。さっきから食べてるだけじゃねえかよ。海落ちろマジで。あー、なんかできる。こう真ん中にやろう、焚き火が作れるね。これでちょっと壊されたんで、ここ作っていきましょうか。周り木壊して、あ、めっちゃ増えてる。木壊すと50個ぐらい増えんだ。あ、全然違うな不規則だな、なんかできるのが。ここにじゃあ木3本ぐらい作っちゃいましょう。で拡張して、ちょっと待って、あ、いいか、とりあえず拡張するか。 OK、 こっち拡張して、おー、また雨だ。雨も綺麗だけど、ハートめっちゃ削れてんだけど大丈夫かなよし、あ、サメ来た、サメ来た、殴って殴って、よし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 。いや、また女の子、また女の子が頑張るの。こいつほんと海落ちるよマジであ、やばい、ハートが減ってんじゃん。ハートなくなっても生きてんだけど。あー、死んだ、大丈夫か今腕はーいっつって上げてたんだけど、大丈夫か。女の子だけになっちゃった。え、これ成り立つの。なんかやだな、一人だけって。はい、ちょっとやっぱ悲しいんで二人で頑張ります一人だけだとやばいでしょねえ、片方いないって。あ、これ壊しましょう早速。また一からだけど、ガリガリだな男めっちゃガリガリだな。だからあんな食ってたのか。はい、それ仕方ないかもしんないな2個完成した。よし、壊して壊して、ちょっと拡大して、よいしょ、敵だね次は。癒しゲーだね。はい、これで、おー、食べてる食べてる。ヤシの実を食べてんのか。ヤシの実なのかなあれ俺にはレモンにしか見えないけどヤシの実を食べてる。あー、来た来た来た、ぶっ飛ばしてぶっ飛ばして。広範囲じゃなければねまだ倒せるんで、よし、 OK。 で壊れたんで、壊れたんでじゃねえ、倒したんで、これ壊して木材を手に入れる。もういいや、一回かじられたらなんかこんな感じで汚くなっちゃうからね、もう食わします。もう木そんな好きならもうあげますきっと俺らを食べたいんだろうけど、そうはいかねえぞ。ここ結構浅瀬に見えるよね。早めに収穫しちゃうと多分板の枚数が少なくなっちゃうんだろうね。これで早いとこ釣り堀も作って、ここにつけよっか。で釣り堀ここ、 OK。 あ、釣り堀できないこれ、いけるか。よし、できた。 OK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 。 これでよし、釣りしてもらおう片方に。また女の子かまた女の子に頑張らしちゃう。殴って殴って、もうなくなってるし、今浮いたよね女の子。木を育てましょう。こうやってもう全部木にしよう、全部木にしよう周り全部木にしちゃおうやばいことになってるわこれこのイカダの上だけ森になってる。前が見えないよこれ、前が見えなくなっちゃってるから、この辺壊して、あ、そう、一人つらしとこもこれ。こっちこっちこっち、これ壊して、オッケー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 、いいねいいねいいね。
ちょっとね、この木に囲まれた感じ、落ち着くんで、こうしてた方がいい。よしよし、肉焼いて、肉焼いて。サメ来た。また、木が大好物のやつ来た。大好物は木材です。え、待って待って待って、子供が生まれた、子供が生まれた、嘘、生まれるのこれ。今肉焼いてたら子供生まれたんだけど、どういうことどういうことこれ生まれた。え、待って、これ人増やせんの、やば、超楽しいじゃん。ほら、リスザルが生まれた。リスザルって、これ生まれるんだ。感動した俺今。そんなスタイルある？肉焼きながら釣りしながら子供生まれるっていう。はい。どうやったら子供生まれるんでしょうかね。はい。びっくりです、俺は。おしゃぶりなんかどうやって作ったんだろう。はい。じゃ、ひたすらちょっと魚釣っててください。はい。で、肉も焼きましょうか。ね。旦那が肉焼いて、妻が魚を釣るっていう。はい。やっぱ魚の肉なんだね、これ。木の破片じゃなかったね。よかったね、本当に。木の破片だったら胃袋穴開くから。風穴が開く。いや、感動だわ、これ。これ無限大にこれ広くできんのかな？待って。待って。超でかくなってない？子供いつの間にか。え？どういうこと？女の子がすごいでかくなったんだけども。赤ちゃんのスパン短。びっくりだわ。違う意味で感動してる、俺。そんな感じ？これびっくりだよ、本当に。今日は。ちょっとね、これバグがね、ところどころ多いけどね。あ、また生まれた！また生まれた！ちょっと待って、複雑な関係じゃん、これ。どっちとの子？娘と産んだわけじゃないよな、お前。大丈夫か、お前。そんな悪行事しないよね。はい。この辺で木、ちょっと飼っていきましょうか。はい。あ、待って。旦那が死ぬ。ちょっと肉焼いて、肉。よしよしよし。食べて。あー、よしよしよし。オッケー。これでどうすんだ？もう一回木を生やそう。そうしよう。またなんか赤ちゃんでかくなってる。女の子しかなんか生まれないんだけど。ここ、希少価値男？男の方が希少価値高いの？すごいな。三毛猫みたいな？三毛猫、メスの三毛猫がいないんだよね。なんで三毛猫の話になってんだよ。サメ来てるし。なんか、この前、結構前にさ、ペットショップ行って、なんか三毛猫のね、女の子がね、売られてたんだよね。あ、そう、すごい高かったんだよ、その三毛猫が。100何十万みたいな。女の子の方がなんか全然生まれないのかね。よし、こんな感じで。ちょっと待ってよ。魚どんどん釣って。で、肉焼いて。よし、サメ来てもね、もうとりあえず無視で。肉とりあえず焼いて。オッケー。魚釣りつつ肉焼いて。人が増えた。いいね。もうこれ以上増えないのかな。全然生まれないけど、あれから。これで。じゃあもう一つ肉作るとこでも作るよ、これ。で、もう一つ釣り堀も作って、これでなんか、また効率が良くなるんじゃないか？よしよしよし。いや、すっかすかじゃん、ここ。大丈夫？二人でちょっと釣ろう。OKOKOK。これで、一人肉焼いて、もう一人で焼いて、これ効率いいんじゃないか？よしよし。ずっと魚釣れて、肉も焼けて。いいぞ。あ、生まれた、また生まれた。次は男の子かな、これ。このリスザル。また生まれた。すげえな、これ。無限大の可能性があるんじゃない、これ。どんくらい人多くなんだろう。また生まれたよ。やることが多くなってきたぞ。すげえ人だ。やっぱ女の子しか生まれねえ。男一人なんだ、この村は。すごいな。なるほどね。娘たちと暮らすと、こいつの遺伝子不思議だな。女の子しか絶対生まれないっていう。はい。ちょ、木壊していこっか、とりあえず。いいね、こじんまりと。家とか作られたりしないのかな？さすがにそれはねえか、まだ。アップデートが楽しみだね、このゲーム。めっちゃ面白いじゃん。生まれるんだ、子供。どんだけ子供を生まれることについてずっとびっくりしてんだろ、俺。それぐらい感動だったんだもん、俺。だって。仕方ない、そんくらい許してくれ、マジで。待って、子供がいっぱいいる。知らないうちに子供がいっぱいいた。あ、魚結構釣れたね。ちょ、待って。男一人に対して、女の子8人いるね。めっちゃハーレムじゃん。主に娘に。これでちょっと肉焼いてもらおう。やばい。あ、まだ。死んじゃう。早く。肉焼いて。やばい。結構死んじゃう。早く。肉。
あ、待って待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ。え、待って、肉焼かなくなったんだけど。どうしたの？え、そんなオチあり？え、みんな死んじゃう。早く肉、肉焼いて肉。あ、バタバタ死んでる。まだ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 。早く早く。なんで肉焼いてくんないの？なんでみんな肉焼いてくんないの？え、滅亡すんだけど、これもう。あ、えぇ。いや、全滅してんのになんでこんなポップな曲。はい、ということで今回キャストウッドっていうゲームを実況プレイしてきました。面白かったね、これ。最後謎の死を遂げちゃったけど、やだわあのラスト。このねアップデートが楽しみです。はい、ちなみにこれフリーゲームなんでみんなもやってみてください。ということでこの動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録、これはマジでお願い。マジでお願い。ということで小田健よろしくお願いします。じゃあね。